2005年、トヨタグループは愛・地球博に出展しました。トヨタグループ間では21世紀のモビリティの夢、楽しさ、感動をテーマに、未来コンセプトビークルアイユニットやトヨタパートナーロボットによる感動と興奮のパフォーマンスショーを披露しました。これよりそのハイライトをご紹介いたします。ウェルカムショーではトヨタパートナーロボットが登場。ロボット楽団コンチェロによるバンド演奏や DJ ロボットと MC との掛け合いなど、賑やかで楽しい歓迎ステージを展開します。ウェルカムショーが終わると、いよいよ3次元の未来派オペラメインショーの幕開けです。Life is movementMovement is life. 花と戯れる蝶、時に大陸をも横断するという、生きるために、人類も絶えず動き続けてきた。生きるため、そして自由であるために、限りない人間の想像力は移動への無限の可能性を広げてきた。心臓のかすかな鼓動から大宇宙の揺らめきまで、そう、生きることは動くこと。宇宙の誕生から未知なる未来まで、全てを包み込む壮大で深遠なる世界。幻想的な宇宙空間に生まれた地球に、生命の象徴が舞い降りる。それは生命と新たな世界の誕生を予感させるプロローグ。続いて現れるのは原始の地球。まだか弱い存在である人間は自然の脅威にさらされる。そこに時空を超え、未来ビークルアイユニットが現れる。それは人とモビリティとの新しい出会い。アイユニットの出現により、人は新たな移動の幕を開け、モビリティは単なる道具ではない、人と心さえ通わせる全く新しいものへと変わっていく。そしてアイユニットは人の気持ちに応え、さらには自然をも育みながら未来社会を走り始める。その自由な走りに人の五感は研ぎ澄まされていく。人は今、誰もが意のままに自由に移動できる喜びを手に入れた。
人が乗って操縦するモビリティロボット iFoot が登場。人とモビリティが出会い繰り広げる壮大なイマジネーションジャーニー。明るく豊かな未来社会がここから動き始める。ムーブメント is life。